はい、どうもこんばんは、源です。またですね、動画を撮っていきたいと思います。今日の動画はですね、昨日ですね、実は僕は大阪にいまして、緊急事態宣言前夜の大阪をですね、ちょっと見てきたんですね。その感想を少し話してみたいなと思います。ちょっと用事があってね、大阪に行っていたんですけれども、普段のね、大阪の繁華街、僕がいたのは道頓堀近辺ですね、いたんですけれども、そこのちょっと様子がわからないので、何とも言えないところはあるんですが、せっかくね、大阪行ったので、串カツが食べたいなということで、道頓堀にあるとある串カツ屋さんに行って食べてたんですけれども、夜ね、7時前にドリンクの、アルコール類のラストオーラが来て、7時半ぐらいかな、フードとドリンク、サイドですね、ラストオーダーが来たんですね。多分そこで言うドリンクっていうのは多分水とかお茶とかのいうことだと思うんですけど、まだソフトドリンクか。7時半ぐらいで、ラストオーダーが来たという感じでしたね。結構ね、やっぱり繁華街で、日曜日、土曜日か。なので、夜6時、7時、7時半ぐらいかなってもね、結構お客足があったんですけれども、店員さんの方から、アルコールのドリンク、オーダーが終わっているということと、営業が8時で終わってしまうということをですね、話をすると、結構のお客さんが、来てはいたんですが、入り口で帰ってしまうという感じのことがね、結構見受けられましたね。僕もですね、言わずもがな、8時10分ぐらい前かなに、お店後にして、ちょっとね、ブラブラ歩いてたんですけれども、あの辺りはですね、飲食店のエリアがあって、そこをちょっと離れるとね、風俗の、ところが結構多いんですよ。裏通りとか、ちょっと離れたところがね、結構やばい空気が醸してて、僕は苦い経験が、風俗の方であるので、ちょっとね、足早に、切り上げて、もうちょっとね、様子見たかったんですけれども、なんとなく客引きのお姉さんとかね、外国の、客引きのお姉さんとかがいらっしゃって、結構やばい感じの空気が、出てたので、ブラブラせずに、ですね、宿に戻って、そのままゆっくり休んだという形で一夜を過ごしたんですね。で、今朝は、朝早く、6時ぐらいに大阪の方出てしまったので、電車の、ね、駅とか少ししか見れてないんですけど、街もね、さすがにその時間だと人はいないですよね。いなかったんですが、電車の中も全然いなかったし、緊急事態宣言が出るということで、多分ね、デパートとかも、休業かな、なっていたと思うので、人の出自体は、普段よりはね、少なかったんじゃないかなと、思います。そんな感じでですね、効果は出てたのか出てないのか、わからないんですが、飲食店はきついですよね、あれは。僕ももともと飲食店にいたことがあるので、なんとなくわかるんですけど、特に金曜日、土曜日の夜なんていうのは、閉店のね、1時間前とかでも普通に来ちゃうんですよね。一杯飲みたいということでね、来ちゃいますし、僕がいたお店は閉店が、10時だったかな。10時かな ?10 時だったかな。閉店が10時か11時だったんですけど、11時だったかな。閉店なんですけど、10時にラストオーダーなんですけども、10時過ぎてもお客さん入ってきたりとかあったんですよね。やっぱりね、外で働いてらっしゃる方なんかはそういう心境になりますし、例えば旅行先とかでもそうですし、久しぶりに人と会ったとかいう感じですとね、やっぱね、9時10時でもね、ちょっと一杯ね、お酒酌み交わして、思い出話に花が咲くみたいな、シチュエーションはたっぷり往々にしてあるんですよね。なので、特に飲食店は厳しいですよね。アルコールが出せないと。やっぱりアルコールが入るとお酒がね、入ってね、話も進むし、一番はやっぱり、原価率がアルコール低いんですよね。利益率が高いってことなんですけど、儲けがやっぱ大きいんですよね、アルコールは。飲食店にいた時も、アルコールが取れないと、アルコールの注文が出ないと、売り上げが出せないみたいなぐらいにね、話もあったので、それぐらい厳しい状況かなと、思います。僕が昨日伺ったお店も話を聞いてみたら、今日からは営業は続けるけれども、やっぱりアルコールの提供はしないということでね、話を、店員さんがされていました。そんな感じでですね、緊急事態宣言前夜の大阪ですね、ちょっと見てきたんですが、やっぱり上からの命令に、やおなく従うというところが多いのかなと、思います。僕は あれなんですがね、ちょっと緊急事態宣言出てるにもかかわらず、出歩いてる感じはあったので、ちょっとね、耳が痛い話であるんですけれども、そういった感じで結構ね、皆さん、
周りに歩調を合わせるという感じで休業に踏み切るというところが多い印象は見受けられました。まあそんな感じでですね、昨日の夜ですね、大阪の緊急事態宣言前夜の様子をですね見てきての感想です。今日はそんな感じでまた終わろうと思います。お疲れ様でした。